似たようなね、どれって言えないぐらいみんな綺麗ですね。種類の多さあですね、種類が多いんでいつも毎年見に行きます。すごく素敵です。このピエール・ドゥ・ロンサールが大好きで、花数も多くで花のサイズも若干いつもより大きめに、開いて咲いてます。今年の春先にバラらしからぬバラで面白い品種を見つけまして、それは6品種ばかり植えてみました。園内にはですね一番大きいバラですと20センチぐらいになるバラもありますし、で従来からの剣弁香辛咲という本来のバラの品種もあります。でイングリッシュローズも、まあ、数はそれほどないんですが品種的に数種類入ってます。で先ほど言いましたバラらしからぬバラも今年は見頃というか植えましたので、それも楽しみに見に来てもらえればねいいと思います。はい。